Good morning, good afternoon, good evening. 安子内哲也です。さあ、今回はちょっと趣向を変えて英語のなぞなぞに挑戦してもらいます。なぞなぞですよ。ちょっとよく考えないとわからないですから、まあ考えてみてくださいね。さあ、なぞなぞというね、日本語は英語では riddle と言いますけども、今日は riddle に挑戦してもらいますよ。さあ、いいですか？出てきます。今日皆さんに挑戦してもらうリドル、それはこちらです。ドン。はい、じゃあね、ゆっくり読んでみますね。さあ、考えてください。 I'm lighter than a feather。 私はね、羽よりも lighter、 軽い。 Yet no man can hold me for very long。 しかし誰も私のことを長い間ホールドすることはできない。What am I? 私は誰でしょう？じゃあ考えてください。考える時間は5秒間。5、4、3、2、1。どうでしょうか？答え出しますよ。答えは、ドン！こちらです。breath。breath ってどういう意味？ breath は、これは息っていう意味なんですよね。なんでこれ息が答えになるのか、不思議ですよね。はい、これ息が答えになる理由は、はい、この問題の中にあるホールドという単語なんですね。このホールドという単語には2つ意味があるんです。一つは何かを持つという意味ですよね。で、もう一つは息を止めるっていう意味なんです。例えば Hold one's breath って言ったら、これは誰々さんの息を止めるという意味なんですね。例えば I held my breath って言ったら、私は息を止めたということになるんですね。だから、はい、この問題の中のホールドを息を止めるっていうふうに解釈すれば、ね、長い間誰も止めることができない、ね、そして羽よりも軽い、これは息が答えだということになるんですね。はい、こういうふうにたまになぞなぞで勉強すると、こういう、まあ、ダジャレなんですけどもね、多義語の勉強になりましたね。さあ、このホールドの2つの意味、ここで皆さんしっかり覚えておいてください。Don't study English at your desk all the time because practice makes perfect. 英語なんてやればできる。